れました。どうもこんにちは、ゆじゅんです。本日は2月の15日土曜日、ついに行ってまいりました。 YouTube スペース東京1周年記念パーティー。まあ何が起こったかっていうのを先に説明すると、僕がコミュ障すぎてあまり人と話せなかったっていうところなんですよね。まあその映像はまた後にして、ちょっとお先にですね、お土産をね、もらったんですよ。帰る時にちょっと YouTube の方からお土産をいただいたので、ちょっと紹介したいなと思うんですけれども、まあ一つは、まあこれはちょっとチラシみたいな感じなのでよしとします。でですね、こちら YouTube ステッカー、これパソコンに貼ります。ありがとうございます。でも本当に YouTube ステッカー欲しかったんですけど、どこに行ったら手に入るんだろうってずっと思ってて、手に入ったんでパソコンに貼ります。でもう一つ、 YouTube スペース東京のステッカー、これもパソコンに貼りで、こちらクッキー、なんだろう、妄想グルメさんのレシピというか動画を元にして作りましたって言ってました。食べます。硬い、でも美味しいんで僕は好きです。だっておまけを見せることが今回の動画の趣旨じゃないんですよ。でですね、どんな様子だったかっていうのを動画にまとめたので、それをぜひぜひご覧ください。どうぞ。どうも岡田でございます。どうも英順でございます。どうも今日はありがとうございます。ありがとうございます。声かけいただいて、なんかたまたま通りかかったので岡田さんに、じゃあいいよ、合わせてくれて、あ、マジか。さっきあれがなんか前話したときに、そうですね、合わせてくれて、いやこれからも、いやこちらこそありがとうございます。ちょっとちゃんとチェックします。はい、ありがとうございます。いやなんか急にね、すみません、なんか急になんかこうアウト、何を話していたのかな。じゃあ最後にバイバイ、またね。はい、とこんな感じで、たくさんではないです、僕にしてはたくさんですけど、まあそんなたくさんではないかもしれないですけど、松岡修造さんのモノマネをする小庭さんっていう芸人さん、以前 Google プラスでコメントをいただいて、でたまたま会場で見かけたので、あ、英順ですって言って挨拶して名刺渡してっていう感じで、ちょっとお話しさせていただいたり、僕が食事するところでぼーっと突っ立ってたら、前チャンネルの前原さんが声をかけていただいて、前原さんから声をかけていただいて、名刺もちゃっかりかわいいというか綺麗というか、すごくおしゃれな名刺をいただいて、僕があんまり YouTube 詳しくないせいで、ちょっとあんまり面白いこと言えなくて本当に申し訳ございませんでした。本当に有意義な時を過ごしました。で、衝撃だったのが、僕がいつも見ている岡戸さんっていう YouTube の方、僕の動画でいつもエンディングで流れてる曲を作った方なんですけれども、その岡戸さんも僕大ファンというか、大ファンもうよくもう見てるんですけれども、偶然そのお話しさせていただけて、名刺を渡した時かな、ちょっと興奮してて覚えてないですけど、名刺を渡した時に「英順さん知ってますよ」って「知ってますよ」っていうか「英順さんですね」みたいな感じになって、「えっ、なんで知ってるんですか?」みたいななったら、
僕のことをおすすめ YouTuber として紹介してたペンタさんのチャンネルをたまたまそのまあいろいろあって見てて、僕のこともちょっと知ってたっていう感じみたいで、すごく驚いて、もうこんなですよ、もう本当にドキッとしましたねっていう感じで、ちょっとその後もいろいろお話しさせていただいて、本当に気さくに話していただいて本当に楽しかったです。あの有名 YouTuber のヒカキンさんともちょっとお話しさせていただいたり、もうヒカキンさんの前にもいっぱい人がいたんですよ。もうヒカキンさんみたいな感じでいっぱい人がいて、でたまたまこう空いたところを見計らって、って言って、もう本当に奇妙な人ですよね。僕もう奇妙な感じで行きました。あ、どうも、はじめましてとか言いながら行って、で僕も動画投稿してるんですって言ったら、何の動画を投稿してるんですかって言われて、時事動画をやってますって見栄を張って言いましたら、もうアドバイスもポンってくれて、もうやばいですね。僕が話をした方々一人一人のお話を聞けて、なんだろう、またなんか触発されたというか、こうまた湧き上がる思いがありましたね。名刺もいただいて本当にありがとうございます。僕の名刺もう渡したんですけど、僕の名刺もうこんななんですよ。ペラペラなんですよ。ちょっとしたちょっと厚い紙みたいな感じになってて、なんか皆さんこうちゃんとしっかりしたのをくださったのに、僕だけこんな束ねても勝てないぐらいペラペラ紙で名刺を渡してしまいました。というわけで今回は YouTube スペース東京の1周年記念パーティーに行ってきましたというお話でした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければコメントや評価、 Twitter などでのシェア、またチャンネル登録お願いいたします。今日のことについては詳しくブログの方に書いてると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。というわけでまた次回の動画もよろしくお願いいたします。バイバイ。